日のメインイベント赤コーナーより力丸のりお選手の入場です。さあ2015年の BWA アマチュアプロレス戦い収めになりました。早いものでメインイベント WCP B 級選手権試合を迎えました。仁選手に2ヶ月戦なんですね。ブラックパンサーズ力丸のりお選手赤コーナーより憎いです。続きまして青コーナーより陣浩二選手の入場です。さあ第15代 BWGP ヘビー級チャンピオン6度目の防衛戦情熱系男子陣浩二選手まもなく入場しまいます。ただいまより本日のメインイベント EWGB ヘビー級王者選手権試合を開催いたします。赤コーナー挑戦者力丸のりお。青コーナー王者陣浩二。チャンピオンベルトの戦艦です。さあベルトの変換がありました。挑戦者に確認の後、これが EWGP ヘビー級 EWA アマチュアプロレスの最高峰です。さあ大門さん引き続き、メインイベントも解説よろしくお願いいたしま す。さあ始まりました。この2人以前もタイトルマッチで当たりましたね。そうですね、2年前ぐらいですね。2年前ですね、はい、そうですね、はい。まあ、あの時も非常に熱の入った、攻防で陣選手が王座を防衛しましたけれども、はい、力丸選手は、まあ、その時の悔しさを胸に満を持しての王座挑戦ということになります。そうですね、あれから2年、お互いいろんな意味で成長します。そうですね、はいはい、いや空気重いね。そうですね本当に EWA のさんのね、このメインイベントのタイトルマッチは、うん、本当にこの雰囲気ですよね。ね、俺が入って27年経つけど、その時からずっと変わんない、この空気だけは、うん、そうですね。いやもうこれ、もうお客さんも心配だったんですね。そうなんですよね、はい、本当にその歴史と重みですよね。これだけ静まり返ってくるのでやってもすごい辛いですよね。はい、そりゃそうでしょう、うん、もう、はい、もちろんプレッシャーが四方八方くるんじゃない。はい、ちょっと我々もなんか喋るのがこう止まられるようなねそういう雰囲気で。そうだね、はい、まあ、でもお客さんもねそういう雰囲気を読んでることと思いますけれども。そうだ、だから何だろう、ね、よく解説とかしてる、例えば本当にプロレスの基礎である教科書通りとか、はい、あのそういうのはもう聞かないですからね。そうですね、はもう基本はやって当たり前、はい、応用力をどこまで
伸ばして、そこまで行った。はい、はい、そうですよね。はい、そうです。で、まあ、EWGP のタイトルマッチはこういうね、あのグラウンドの攻防で探るっていうのも。そうなんですよね。はい、もうそれもね、そんな感じなんですよね。そうですね。私自身もね、あのエアーってこうやって実況席ついてますけれども、本当に観戦に来たのが一ファンとして4年前ぐらいですか、はい、その時はまだね、ケイタ選手がチームのチャンピオンで、その時もこんな感じでしたね、タイトルマッチは。そうですね、はい、やっぱりなんだろうね、やっぱり挑戦する人ってやっぱりこう心技体が揃わないと挑戦もできないし、かかりベルト巻くのもそれになるのかね、はい、うん、大門さんもね、ついこの間挑戦されてどうでした？いや、俺はあれ代打だったから全然いい、肩の荷が降りながらやるんだけど、本当に皆さん、もうまだまだいけるって声いっぱいありましたよ。はい、まあでもね、こういう展開はね、もう見てるのが俺は楽しい方ですね、はい、だからなんだろう、こう陣工事がどこまで力丸を引っ張るか、そうですね、で力丸はどこまで陣工事をどういうそのキャラクターを崩せるかなんですよね、はい、はい、なるほど、やっぱりそれがやっぱり出だしのこのグラウンドの攻防なんですよね。そうですね、はい、そんなにあの最初からスタミナ使うわけじゃないですけど、ボディーブローみたいな形で徐々にやっぱり10分ごとが、その時になってくるとそのグラウンドのやってることが響くんですよね。そうですね、まあ、本当にあのね、実際というとあれですけど、まあ、あの武藤敬司選手なんかもね、こう序盤は本当に寝技で、あ、これ力丸選手たまにやりますよね、こういうケーズプレスですね、はい、はい、いや、体重があるんでね、こういう一発は本当に重いでしょうね、ジェイ選手には。やっぱりね、力丸もね、やっぱりそれなりにほらキャリアもあるし、うちの他にもこう東京でやってたり、はい、福岡でやったりしてるから、そうですね、やっぱりその自分のあの体の使い方がうまいですよね。そうですね、はい、まあ、今のローリング裏剣なんかも、おお、これ初めて見ました。これは自分も初めて見ましたね。ヘッドロックドライバー、ヘッドロックドライバー、はい、確認しますね。今、ニュートラルコーナーの奥に、先ほどタッグのベルトを取りましたブラックパーカーズのセコンドに続いているようですけど、やはり微妙な距離がやっぱあるんでしょうね。そうなんですよね、はい、前まではね、こうね、こう力にこうべったりだったんですけどね。そうですね、なんか微妙な、なんかまあ4番街の時に、はい、こう、なんていうの、あ、そうなんですね、そうそうそう、結構一人で無法を起こしたような感じになっちゃってるんですね。はいはい、その時ちょっと私はね、不在だったんで、そうなんです、経過はちょっと、うん、なんかそっからこう、不穏な空気みたいなのが流れてってるんですよね。まあただ、ブラックパーカーズ、ね、せっかくタッグチャンピオンになったわけですし、ちょっとここで力丸選手を失うっていうのは痛い、痛手だとは思いますんでね。おお、力丸クラッシュですね。そうですね、代名詞ですよね、はい、もうからのこれも得意なんですね、はい、もうこのコーナーからね、はい、これはもう序盤のあのもう本当に力丸のこう、そうですね、名刺代わりですからね、はい、これが力丸っていう、はい、あれですからね。5分経過、5分経過、早いですね、5分ですね。そうですね、はい、結構あ珍しくスローペースですね。そうですね、はい、まあやっぱり1回対戦して2年の、その成長っていうのをもうお互い見てる状態なんですかね。そうですね、うん、初見じゃないから、はい、これ力丸選手こう見てたらやっぱり一発一発にこう結構気持ち入ってるようにも見受けられなくないですけれども、そうですね、ベルト出してる思い強いんでしょうかね。もううまいですね、はい、うまいですね。あっ、さらにリングが上に行きましたね。スキックですね、はい、そこからバックドロップかな。ジン選手ね、バックドロップホールドっていう企画を持ってます。おお、そうですね、ここからこういう感じで結構忠実ですね。珍しいですね、はい、あ、俺はあんまりジンがグラウンドするのあんまり知らないから。ジン選手意外な技が、うん、中盤、うん、前半はするけど中盤以降の意外とグラウンドする人、はい、するタイプに見えなかったりするから。そうですね、うん、もうこれすごい珍しいですね、はい、
まあね、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、青森から、ね、こう大会のために来て、普段は一人で練習してるわけで、そうです、はい、アームブリーカーからのアームバーですね。そうですね、ストレートアームバーですね。アームバーですね、いずめですね。これはこういう体格を生かす、まあそうですよね、あ、やっぱり日本選手が痛いですよね、1点攻撃、1点攻めはやっぱりこう力丸にとっては一番やられちゃいけないところですからね。そうですね、あ、ちょっと雨になっちゃって、さすがにエスケープしましたね。そうですね、多分ね、アームブリーカーでこうズキンと来たやつにアームバーで伸ばされると余計辛いんですよ。あ、そうですね、だからなんかアームバーって意外と効かないイメージがあるんですけど、あの本当に、ね、地味だけど効くんですよね。そうですね、関節伸ばされると結構きついんですよ。はい、なるほど、まあ、そうだからこそ一点攻撃の重要性っていうのは、いきますね。いや、こういう技結構人選手持ってたりしますからね。あ、これやっぱりジーン選手もね、あの、お、もうタイガードリーバー行くんでしょうか。行くのかな、タイガー。でもまだ力丸選手もそこまで落ちてはいないと思うんで。そうですね、はい、おお、リバースを返しましたね、はい、だから力丸の体重があるから、あの、タイガードリーバー食らったら最後ですよ、はい、力丸は、うん、そうね、自分の体重にもうやられちゃうから、重力もやられちゃうからね。タイガードライバーをやっておいて、ヒデリを超えてのファイナルタイガードライバーっていうのがありますから。そうそうそう、はい、あれだけ体重あったら、ああいう大技って結構、ね、そうですね、もうね、もう圧力かかるから、はい、うん、発発ないと思うんですよね。そうですね、まあ、そうなる、そうですね、そこまで戻ったらもう陣の勝ちですよね。そうですね、まあ、そうなる前にやはり自分の体重とキャリアを生かして仕留めたいところですよね。そうです、そうです、はい、スチームローラーじゃないですか。スチームローラーじゃない、はい、トマートドロップじゃないですね。スチームローラーですね。へえ、昔あのオットワンスっていうね、あのプロレスラーがドイツにいましたけど、ドイツのね、はい、そういう技をチョイスしてくるあたりはやはり力丸選手もやっぱり自分っていうのを分かってないと多分技のチョイスとかできないでしょうから、ね、はい、だからあのやっぱり自分に合った技とかってよくあるんですよね。あの、なんだろう、ね、あの規格外の例えばの感じで、なんだろう、あのパンダがジャックハマーやるような、あの絶対似合わない技とかって結構チョイスする人が多いんですよ最近。あのね、やっぱり自分のキャラっていうのもあるし、はい、でやっぱり自分に合った技って絶対あるんで、そうですね、それって意外とさ、今こうね、YouTuber やるの何でも見れるんだから、はい、これコブラクラッチ？これはそうですね、ちょっと後ろになってるんで見えないですけど、そうですね、コブラクラッチですね、厳しい展開ですね。そうですね、はい、これはちょっとジン選手、10分経過、10分経過、早いですね、今日10分、あまり差したる運動がお互いの手の内を出すこともなく、探り探りで10分が来ました。さあ外してアームブリーカー、よくよく切り返したね、はい、うん、先ほどの1点攻撃された腕ですね、これ、復活しましたね、はい、はい、まだちょっと前回来ましたね、はい、ちょっと辛そうですね。そうですね、まあでもまだ分かんないですね、勝負の行方というか、ね、そうですね、はい、まだもう本当にワンサイドではないってことだ。そうですね、これは確定しましたね、おっとこれはああやっぱり腕攻撃いってますね。腕はそうですね、やっぱりあれですね、今最初から見てるとやっぱりタイガードライバーはどうしても現状になっちゃいますね。はい、成功してますね、あいつね、はい、やっぱりタイガードライバーってやっぱり陣の代名詞だから、はい、やっぱり警戒はしますよね。あ、なるほど、その分の反応の関係で、はい、なるほど、俺はちょっと陣の方が一番うまくですね、はい、徹底的に腕ですもんね。そうですね、これは力丸選手厳しいかなーって感じですね。しかもこれ上に乗られてですから、はい、まあ、お互いね、スタナーとかトラップキックとかいろんな技を持ってます。そうですね、それが全然出てない、まだ出てないですよね、はい、まあ、ナックルはね、ジン選手、まあ、
おっと、今のはいやちょっとだけど、はい、抑えてますよ。そうですね、かなり効いてるんでしょうね、やっぱり。いや、効いてるというか、そのやったり決まるの方がやっぱり、はい、うん、はい、そうですね、うん、腕殺し効いてる。あ、なるほど、うん、はい、腕殺し、はい、これは陣さん上から、陣さん上から、この年かな、珍しいですね、はい、よく見てよく見て、おお、これドロップキックですか？スーパーキックってやつ？いや、おわ、腕を取って投げましたね。そうですね、本気のセッシュルぐらいですね。はい、で、あー、メテオラ行きましたね。これちょっと厳しいか。あー、返しました。いや、本当はだから、リチュアルの、なんだっけな、あの、大技2発で大体は G で、スタメン行くんですけど、やっぱ腕殺しがどうしても、はい、今効いちゃってるから。そうですね、はい、かなり効いてますよね。そうなんですね、あの男の選手見たことないんだけど。そうですね、あ、フロントスープレックス、ベリートベリーですね。そうですね、懐かしいですね、ベリートベリーでした。あー、このキック、おー、あと6割の裏切り、あー、ラウンドハウスキック、シャイニング式の MVP、 おー、そうなんですね。ようやく試合が動き出しましたね。というか、力丸の裏手を初めて言いました、ね、はい、ちょっとアジャコングを連想させるようなね。そうですね、そうです。2、3、4、5、6、7、8、9、でもちょっと、ジーナ選手も、はい、追い込まれてるんじゃないですか、精神的に。まあ、それはそうでしょ、やっぱり体重がいつもとやってるメンバーとかより10キロ、20キロ多いですからね。そ, ね、その分負担は上がりますよ。燃えてきたー、燃えてきましたよ、燃えてきましたよ、ファストラッシュ、これ肩口ですね。そうですね、徹底的に攻めちゃいますね。そうですね、あー、これきついですよ。うわ、これはいわゆる AT ロックでしょうか。これちょっと鉄柱の関係に見えないですよね、はい、アームロックで固めてますね、はいはいはい、かつ足を首に振ってきてますね、はい、これ AT ロックの変形ですね。そうですね、AT ロックって普通に、はい、そうですね、いわゆる木村ロックですよね、はい、まあ足で首を引っ掛ける木村ロックが新しいですね、はい、そんなことやってたんですね、意外と。いやーねえ、ジン選手もたまにバックドロップホールとかフィニッシュになったりとか。そうですね、結構あるんですよ、ね、いやだけど今回ちょっと力丸の腕攻めは成功ですね。いや、そうですね、あれかなりそうですね、力丸の攻撃力落としちゃったね、はい、さあバックロップいくでしょうか。ロープつかない、こらえるロープつかない、そうそうそう、やっぱりね、食らっちゃダメですよね。おっ、もうフルーズいきましたね、まさか。おっ、タイガー、うわー、6分に行きました。もうちょっと真ん中だったら分かんないですね。15分経過、おー、肩口ですね、これも。おー、15分。肩口というか、なんだろう、ケースとかですね。そうですね、うん、まあ、遠征気みたいな感じが入りましたね。そうですね、はい、スライディングキックみたいな感じですね。そうですね、ジン、そっから役が。いや、でもジン選手もこれだけの猛攻を仕掛けておきながら、どうでしょうね、石丸選手もかなり効いてますけれども。おっと、珍しいですね、珍しいですね、これスリップで切りましたね、はい、さあ、出ましたね、これ天下の宝刀さん出ましたね、力丸の、綺麗に入りましたね、いいサーブね。でもやっぱボールいけないですね。そうですね、いや、まだ多分、はい、あー、ちょっと不完全なホールなんですけれども、これノーカウントですね、ノーカウントですね、ちょっと効いてますね、やっぱりね。でも、ジン選手も今のスタンは効いたんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、結構不意打ちですからね、はい、はい、チャンス、チャンスだ、リキジン、ほら、行けよ、ほら、本当に、行って、おっと、魔法が変わりました。おー、投げっぱなしですね、パワーボムですね。いや、やっぱりそうですよ、はい、やっぱり肘、これだけ肘と肩やられてたら、そうでしょ、うん、上がるのも難しいですよ、うん、よく動けるなと思います、うん、いや、今でも本当ね、本当だから普通のパワーボム100としたら本当に出来は 80% ぐらいですよ。そうですね、うん、やっぱそれだけ肘と肩やられちゃってますからね、フックが甘いとやっぱりそうですよね。あ
あ、トラス。おっと。お、あ、急所ですね。これは急所でしょうか。急所でしょうか。急所入ったんですかね、今。ですよね、一回。はい。おっと、フリップですね。フリップですね。山嵐ですね。山嵐ですね。ジン、起きろ、ほら。あー。でも、ちょっと回復してきましたかね。力丸選手は。そうですね。はい、まだ、ジンもそんなにしつこくはいってないですよね。そうですね。局部局部でいってるから、はい、そんな、うん。珍しいです。はい。おお。ああ、エルボードロック。ハイキングエルボー。解除、行った。ねえ、ねえで一トンですからね。そうですね。いやー、本当に。もう何とも言えないですね、この2人の試合というか。そうですね。この EWA のタイトルマッチ自体がもうそういう雰囲気なんですけれども。あ、なんだ、本当。俺から見えないですね。これは、見えないですね。これもコブラクラッチの体勢にはなってますね。入ってるけど、ああ、これミリオンダラバスターですね。はい、ミリオンダラバスター、はい、そうですよね。そこからコブラクラッチのあのキャメルクラッチの、これはウルフオブウォールストリートという、わあ、ね、いろんなことあるんですね。わかりますね。ウルフオブウォールストリート、あー、だけどやっぱり決まりやっぱり決まり甘いんじゃないですか、はい、あのやっぱりね、これだけ攻められてて、あれだと決まらないでる時にすごい痛いですよ。そうなんですよね、まあでも抑えも、あ、珍しい珍しい、はい、ジン選手の得意技を、そうですね、決まる選手がジン選手に食らわせました。起きてやるんですね、まさしく、はい、はい、おお、やっぱり腕いきました。さっきのね、イーグルのストリート考えて残念。ああ、ちょっとそれは。これは。おお、ここも起きて破りだ。これも起きて破りですね。すごいですね、これ。そうですね、名勝負数えてるんですね。はい。いや、なんか EWA 版名勝負数えてたんですけどね。側頭部に入りました。ちょっと来ておりますね、耳の下あたりになんか入ったの見えましたね。おっと、巻き込んで関節から入ってる。三角締め、三角締めでしょうかね。これの変形ですね。そうですね、これは、うん、変形ですね。あー、なんか入ってますね。ちょっと見えないんですけど、いや、俺も見えてて、はい、青いってちょっと見えないですよ。はい、これ厳しいんじゃないでしょうかね。どうでしょうかね。三角締めなのか、俺、はい、逆十字なのか、ちょっと見えないですね。そうですね、がちょうどかけてる方がね、あの反対になってるんで、ね、ちょうどいいところで、あ、ほいてるに邪魔されるんで、も完全に入ってるような、でも入ってるっぽいですね。はい、はい、あ、落ちたな、これ、はい、どうなのこれ、ストップ、あ、ストップですね。これはおお、どういう感じなんでしょうか。お、大台道ですよね。まあそうですね、ちょっと正式体験を待ちたいと思います。そうですね、判定が入りまして、レフリーストップ、決め技はですね、変形三角締め、ヘルズゲートという技です。ジン選手、6度目の防衛、残念ながらなりませんでした。第16代、EWGP ヘビー級チャンピオン、ブラックパーカーズ、力丸のりお選手の誕生です。大きな拍手をお願いいたします。またこの2年間、チャンピオンとして EWA を本当に青森からして演じてくれたジン選手にも拍手をお願いいたします。本当にお疲れ様でした。素晴らしい試合でした。これでブラックパーカーズベルトを完成しましたね、大門さん。いやーね、パーカー決まるよ、いやーね、決まった。これで仲直りになるんでしょうか、ブラックパーカーズ。あ、よかったです。マイクは大丈夫ですね。よし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 、これでパーカーズ3人出ると思ったってことは解散はなしなしだ。兄さん、来年からは俺ら参加チームで一緒にやっていこうぜ。あ、似合わねえ似合わねえ、デートつけて似合わねえぞ。おい、ビュー
忘れてるかもしんねえけど、俺北海道の人間でも札幌の人間でもねえから。EWA にも所属してねえんだよ。フリーなんだよ。俺は外敵なんだよ。大事なこと忘れんな。いやねえよ。EWA のメンツとはもうつるんだりしないから。それから2回目の挑戦でやっとベルト取ったから、所信証明演説つのしてやろうか。大体よ、俺の前のベルトの履歴おかしいだろ。スナイパー健太と人工軸交互によ、身内で回して満足してんじゃねえや。だから俺はまず一つ公約、元王者からしばらく挑戦受けないから、人工事と、スナイパー健太か、あ、大門はおじいちゃんだからいいや、挑戦しても。あと原もいいや、元王者だけど、あと千春とジャイアンと明らかに階級が違うから、あいつらとはやらない。俺が勝てそうなやつとやるから。勝てちゃんとな、おい。なんとでも言えよ。あと、EWA 以外の人間からの挑戦も、率先して受けようか。俺が勝てそうな相手限定で。まあそういうことや。新チャンピオンの写真撮りてえだろ。おい、客かけろ。俺の客かけろ。シャッターチャンスやってやるよ。まさかのブラックパーカー監督最適、まあ、確かに大門もそうですよね。そうですね、忘れてましたね、はい、まあ、穏やかな展開にはなりましたが、そうですね、まあ、来年は誰が、力丸ホーマスに出るかという形なんですよね。はい、まあ、こちらの選手もでも、一本格でやっていく形なんでしょうね。そうですね。まあ、これで、まあ、うちの EWA としては、まあ、新たな課題ができたということですね。はい。いや、まあ、でも、力丸選手のそういう覚悟はすごい、伝わってきました。まあ、そうですね。はい。まあ、もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。大門さん、本当にどうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の、全ての試合終了となりました。今年度も、今年度じゃない、今年も、EWA アマチュアプロレスサミットも含め、多数のご観戦誠にありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。また